で、そもそも今回の大きな定義であるインターセクショナリティって何っていうところで、でこれは交差するアイデンティティっていうふうに考えられてるんですけれども、人間は一つのアイデンティティだけじゃ語れないんですよね。例えば私ならば、私は、日本人とアメリカのミックスっていうアイデンティティもあれば、障害当事者っていうアイデンティティもあれば、目に見えない障害当事者でもあるっていうアイデンティティもあれば、また、トランスジェンダーっていうアイデンティティもあれば、また、パンセクシャルっていうアイデンティティもあれば、いろんな本当にアイデンティティ、収入に関しても、まあ別にお金持ちでもないければ、ないっていうところで、今ここに、図があるんですけれども、インターセクショナリティって書いてあるところに、いろんなイズムだったり、フォビアが書かれてるんですけれども、いろんな人種がここで交差すると。で、その時に、まあ、これが道路だって考えた時に、インターセクショナリティってこう縦に書いてあるんですけど、これが道路だって考えた時に、いろんなイズムにぶつかりやすい人、イズムっていうのは、その、なんていうんですかね、健常者主義だったり、優生思想、男尊女卑、人種、白人主義、資本主義、異性愛主義、異性愛に反対する主義など、その世の中が生き方の価値観、これが正常ですよっていうふうに決めている考え方から少しでも外れてしまうと、この道路の中で自分が車の運転手だったら、何回も車で、なんか横から車で追突されているような状態、ここ歩いていたら横から車で何回も引かれていくような、思いをするっていうところで、より抑圧に、抑圧を、感じるっていうところで、これが、インターセクショナリティってすごく2つの重みがあって、一つは抑圧をすごく受けている人たち、また抑圧を受けやすい人たちを理解する上での基本的な交差するアイデンティティっていうとの同時に、まあ、そういうものがあるからこその、なんだろう、その、アイデンティティを大事にするというか、全部含めて自分だっていうことを受け入れて、その抑圧と戦うっていう意味で、それをプライドに変えていくっていうところが、まあアメリカの方では、そのすごく盛んに今なっていて、これが、支援体制の基本に今なっています。というところで、重度障害者の定義っていうのが、このどれだけ先ほど言ったようにインターセクショナリティで車に轢かれるような思いをする人たちがいるかっていうの人のレベルのことを指すっていうところで、ここに絵があるんですけれども、車椅子の男性が階段の下にいて、階段のてっぺんにドアがあるんですけれども、日本の場合これを社会モデルって言った時にエレベーターをつけることしか言わないんですよね。結構ここにエレベーターがあれば障害はない、なくなるんだってよく言われてると思うんですけれども、そんなに簡単な話ではないっていうところで、実はそれは障害にだけ目を向けてるからそこには障害ないよって言えるけれども、障害ってそもそも何かって言ったら、生きづらさだったり抑圧、差別を受けることに関してっていうところで、まあ、身体障害者だったら階段の例えば一歩先に身体障害者で、そこにさらに一歩行った時に精神の障害だったり、他にも、他の見えない障害で、その上に外国籍だったり
ハーフミックスっていうアイデンティティが日本の場合は生きづらさになっていたり、さらにその上にセクマイがいたり、収入がその上に、低いとか、宗教が例えばイスラム系だったりすると日本だとすごく生きづらいと思うんですけれども、そんな風にいろんな実は社会の中に生きづらさの要素っていうのがいっぱいあって、それがまあ階段状のようにいっぱいあるっていう風に考えた時に、でその先に一般社会っていうのがあった場合、じゃあどうやってこの階段を、なんていうんですかね、バリアをなくしていくかっていうことを考えていくときに、その重度障害者の定義を、その身体の重度の障害、身体の機能的障害が重い人たちを重度障害者って考えるよりかは、この階段が どれだけあるかってことを考えた重度障害者、たくさんこの階段があればあるほど重度の障害を抱えさせられている社会から、で一般社会になかなか入り込むことが難しい状況にいる人たちのことを重度障害者っていうふうに捉えられています。なのでこの通常って言われたところからどれだけいろんなアイデンティティが交差して離れさせられてしまっているか、孤立させられてしまっているかっていうことが、重度障害者の定義になった時に、その重度障害者の人がより生きやすい社会を考えていくっていう時には、決して、じゃあエレベーターつければそれで重度の障害者も生きやすいんだ、介助者をつければそれで障害者は生きやすいんだ、これをすれば重度の障害者も生きやすいんだって、結構そんな簡単な話ではなくって、介助者の体制をどういうふうにしたら重度の障害者、例えばセクマイの当事者、外国籍で日本語を喋れない身体障害者はじゃあどうやったら生きやすいのか、もしくは、精神の当事者がどうやったら介助者と、話がうまくいくかとか、まあ、知的障害者の性的マイノリティの場合は、それが親御さんにどうカミングアウトしていくかとか、いろんなところにおいて重度障害者の定義をしっかり理解できたときに、支援の仕方も変わっていくっていうところで、その支援、まあ、でも重度障害者の定義をしっかり理解するためには、まずインターセクショナリティっていうところで、社会の中には一つ以外にもたくさん抑圧を受ける、その交差するアイデンティティだからこそ抑圧を受けやすい、まあ、それがプライドにどう変えていくか、そこのこのシフトの仕方っていうところで、だいぶ、重度障害者の定義も違ければ、アイデンティティの考え方っていうことも違うっていうことをすごくアメリカに行って初めて感じて、その初めて私の中でも、どうやったら支援していったら、この人のことをどうやったら支援していったらいいかっていう、本当に個別に富んだ、支援の仕方っていうことをすごく考えさせられました。それが多分私の中では、この2年間アメリカにいて、そのアメリカでも答えは 100% なくて、インターセクショナリティのその抑圧をどうプライドに変えていくかってことを、そのもっともっと知りたいなっていうふうに思って、今もまだアメリカにいる状況です。